J リーグ開幕を控えたサンフレッチェ広島が2月9日サポーターとの交流イベントを開きました。会場の上野学園ホールには佐藤久人選手、青山俊弘選手など27選手が登場。およそ1700人のサポーターが集まり、トークショーや交流企画などで楽しみました。今シーズンは J リーグ3連覇やアジアチャンピオンズリーグでの躍進に期待がかかるサンフレッチェ。森保一監督は映像を通じてサポーターに、今シーズンも私たちと共に戦ってくださいと呼びかけました。そしてチームの中心選手が顔を揃えたトークショーでは、今シーズンにかける思いやプライベートトークなどで盛り上がりを見せました。そうですね、まあ、個人的には、まあ、去年連覇できたのは良かったんですけど、はい、1点も取れなかったんで、今シーズンの目標は1点取ることです。全試合に出たいですけど、はい、張り切っちゃうと気がするんで、はい、落ち着いてサッカーしたいです。去年も ACL 悔しい思いしたんで、はい、今年はもっともっといい成績残したいです。最後に青山選手に代わって新選手会長に選ばれた千葉和彦選手が今シーズンへの決意を語りました。今年は3連覇という今だかつて鹿島しか成し得ていない偉業に挑戦します。皆さんの温かい応援が力になるので、今年もどうかよろしくお願いいたします。いいよ、ありがとうございました。新しく とても良かったです。3つ目の星を目指して頑張れ、サンフレッチェ。柏選手のドリブル突破に期待して、3つ目の星を取ってほしいです。サンフレッチェ、頑張れ。サンフレッチェ、頑張れ。